秘宝里崎智也さんドジャース星のリードを大批判。この日 ABEMA の中継で解説を担当していた野球解説者の里崎智也氏は4失点となった後のマウンドとなった3回の投球を見ながら、カットとかスライダーとかを使わないのか、配球の変化もずっとそれにこだわることなくやっていかないと、日本でもカーブとスプリットしか投げなかったのか、そんなことはない、何かいいボールがあったらそれだけに駆使し続けるところがこの配球の中にあるのが山本の良さをちょっと半減させているんじゃないのかな、これ結果論になりますけど感じますよね、と山本の球を受けるスミスの配球があまりに単調であるために山本の良さを出し切れていないと指摘。キャッチャー D のやつが偉そうにメジャーリーガーを評価すんなよ。この前までは星のリードなんて結果論、星は打つか勝てばよいとか言ってなかった。そのあたり含めたコミュニケーションちゃんと取らないのは山本由伸の怠慢やろ。どんな球をどれだけ投げられるかなんてドジャースのコーチや捕手は知らんのやで。メジャーって投手が配球決めるんちゃうの？どっちもある。ヤンクスでマーガされてた偏ったリードよりだいぶマシだと思うけどね。よくよく思い返すとストレートとフォークの2択であそこまで結果出してた田中さんすげーわ。リードは基本結果論だけど明らかな間違いは存在するが、里崎の論な、ここまでリード批判するの珍しいから今回はそういうことなんだろ。向こうは MLB だぞ、 NPB と勘違いしてないか。メジャー知らん解説者ほどあれは日本じゃダメだねとかのたまいてるのを見たことがあるわ。中日 OB の谷沢健一とかが言ってたのを思い出したわ。